それじゃあ、今日から実際にホールで接客してもらうけど大丈夫？はい、いよいよデビューですね。早くファンの皆さんに笑顔を届けたいです。ここジャニーズじゃなくてデニーズだからデビューとは言わないけどよろしくね。ちなみになんですけど、お客様の間で押しかぶりが起きた時ってどうすればいいんですか？押しかぶり？ああ、呼び出しベルを同時に押された時のことかな。その場合はシンプルに先になった方から接客してね。うちジャニーズじゃなくてデニーズだから同担拒否とかはないよ。安心してね。ちなみに僕のグループ名とかってありますか？ここジャニーズじゃなくてデニーズだからグループ名とかはないよ。スカイラークグループとかでもない感じですか？あ、そういう意味ならデニーズはセブン&アイホールディングスグループだね。セブン&アイフードシステムズが親会社だから。セブン&アイフードシステムズ。頭文字を取って、セーフス。これが僕のグループ名ですね。うん、そう。約17万人のメンバーと共に頑張ってくれたまえ。あの、店長、一つお願いが。何？ホタテの貝柱ってもらえませんかね？私、ジャニーさんじゃないから、ホッキにホタテの貝柱は入れてないよ。ジャニーさんからホタテの貝柱もらうと売れるみたいなジンクスあったけどね。サザエなら入ってるけどいる？僕、サザエ食べられないんで大丈夫です。あ、そう。あ、ほら、お客様来たから行って。私、陰で見てるからね。Welcome! ようこそ、日本へ。ここデニーズなんです。いや、ウーマみたいに言うてるけど、ここデニーズなんです。お客様はオンリーですか？掛け持ちですか？ここデニーズなんです。ジャニーズだと特定の一人を推してるファンのことをオンリーって言うし、複数のグループを推してる人のことを掛け持ちって言うけど、ここデニーズだから普通にお一人様ですか？で、大丈夫です。あ、オンリーで。そうですよね。僕らはみんなもともと特別なオンリーワンですからね。まあ、それは本当そう。注文いいですか？もちろんです。このランチセットのおろしハンバーグで。バックはいかがなさいましょう？ここデニーズだからバックダンサーはないよ。サイドメニューならあるよ。ベジサラダとドリンクバーで。かしこまりました。本日のセトリを確認させていただきます。ご注文を確認させていただきますね。担当おろしハンバーグ、バックのベジサラダとドリンクバーですね。はい。ファンサでコーンスープつけておきますね。ここデニーズなんです。自己判断でファンサとかしないでください。赤字になっちゃいます。あと、ファンサする側がファンサって言わないでください。あ、すみません。お手洗いとかってありますか？お手洗いはこちらの花道でアリーナ席を抜けていただいて、突き当たり、上手側にございます。ここデニーズでジャニーズのライブ会場じゃないから、この通路の突き当たり右手側にございますって大丈夫だよ。ありがとうございます。いってらっしゃい。ここデニーズでジャニーズじゃないんだからお手振りすな。店員さんお名前なんて言うんですか？僕ですか？僕は中木垣総吾って言います。気軽に総ちゃんって呼んでください。ここデニーズでジャニーズじゃないから総ちゃんとは呼ばないよ。総ちゃん呼んだわ。私、今までデニーズの箱推しだったんだけど、総ちゃん推しになっちゃおうかな。総ちゃん推しになっちゃおうかな。新規のお客様、ありがとうございます。ここデニーズなんです。ジャニーズじゃないんです。まあ、でも楽しそうだし、いっか。今日も動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ファミレスのパフェ食べたい。また次の動画で。